疲れ様。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。これがね、もう明日には配信されるんだけど。明日？明日。あまあちょっといろいろ説明をこの動画でさせてもらいます。はい、お願いします。理解してない。徴収代をね、はい、2チーム制取ることにしました。2チーム制。はい。で、まだチーム名とか全然決まってないです。はい。もともと4人でやってたと思うんだけど、はいはいはい。今日の本も以外の3人。はい。はチーム A。チーム A。チーム A。まだ決まってないです。チーム名は。はい。別にどっちがどっちとかないです。はい。どっちが上とかないです。ないっす。全然ないです。行動っす。はい。で今回も仮でチーム B とすると、はい、本もプラス新メンバーでやっていきたいなと思ってます。大好き。そうですそうです。今後ちょっと配信頻度とかも月ごとによってはちょっとね、うん、週1週2っていう結構ああなるほど決めてないんですね全然それも。そうなんです。はいはいはい、まあ、合わせて週3配信では今後していきたいなと思ってるんですけど。どっちが週2でどっちが週1かは、まだ完全には決まってない。なるほど。はいはいはい。徴10代としても結構新たな試みなので。そうですよね。まあちょっとどうなっていくかわかんないですけど、頑張りましょう。そうですね、頑張っていきましょう。はい。で、この状態で新メンバー迎え入れたいと思います。あ、この状態ですか？この状態で。え、男か女のか聞いてもいいですか？おー、女の子です。女の子やばいな。しかも本物と仲いい子です。何子？はい、誰？まあ多分ね、もうシャンプーにもちょっと無理があると思うんですけど。ごめんなさい、ごめんなさい、知ってます、ごめんなさい。一緒に来てたしね。なんなら LINE してました。じゃあ肝心な、はい、新メンバー発表しましょう。はい、この方です、どうぞ。こんにちは。おーい。ピカマルルです。ルル。こんにちは。どうやってルルルル、これこうこうかなとかこうかなってずっと言ってたの。迷いに迷った結果こうやってニョキニョキと出てきました。ニョキニョキでもないけど。まあまあまあ。あれルルさん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。会によってはゲスト招いたりとかしていきたいなと思っておりますが、はい、基本的にはこの2人でチーム B を過去回いきたいと思います。よし、お願いします。よろしく。お願いします。お願いします。こちらのチームのテーマなんですが、はいはいはい、ちょっとスタッフの方で話し合って決めました。怖い。うるさいとか。アホみたいな。それ特徴の方。まあ、チャンネルの動画としてのテーマですね。はい、まあ、大枠検証をテーマにしていきたいなと思っております。楽しそう。これでしょう。第1回何をやろうかという段階で、すでにスタッフ、考えてきました。はい、そちらの、ホワイトボード。怖いよ。開けて読んでください。はい、漢字読める？頑張るな。 OK、 いくよ。 OK、 せーの、ドン。本望とルルが新しい挨拶を決めたらどうする？うわぁ。え、ってことは超10代が変わるってことですか、挨拶。なんか今いろいろ混ざってたんだけど。短くしすぎて何言ってた。短縮しすぎやな今。じゃあ多分ルルが言いたかったのはこの超何々みたいなのがなくなるってことでいいんだよね。そうですね。チーム A はそのまま、まあ、継続しようかなと思います。ただやっぱ2チーム制で分かれたので、どうせならこっちのチームはちょっと挨拶を新しく変えようじゃないか。やばい。どうすごいね。何も考えてないそんなの。一回だけ休ませていいですか。あ、超元気、超お腹すいた、僕たちが超10代。はい、終わった。終わりや、もうもう5分いい。ちょっと時間欲しいですよ、もう一回。何も考えない時間。考えない時間じゃない。超10代。ピンポリポリって。ワクワク、ドキドキ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 、超10代、研究長。
ドン。検証。あ、レッツゴー。レッツゴー。他のユーチューバーさんの挨拶を見て、ちょっと参考にさせてもらおう。はい、参考にします。私たちののんちゃんおバカなんでね。ちょっと無理する。はい。行くよー。オッケー。せーの。痛く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 。怖い。え、見るんでしょ。あ、レッツゴーみたいな。あー、オッケー、やりたいんだってルールが。やってあげる。せーの、レッツゴー。こっちにしてて。こうかぶってだから、顔にかぶって。名前はみんな言ってるね。名前言ってない結構。確かに。名前今まで名前言ってなかったもんね、超重大確かに。チーム名わからないってこと？変える？チーム名は一応一緒？一緒ですか？でもそのチーム名すら作ってないんですよね。そう、今チーム B かっこ仮に。なるほど。チーム B だよ、だってうちら。名前をつけたくない。なんか。え、これ名前勝手つけていいんですか？はいよ。お、ルルアやったら定番？ルルアやみんな結構言ってくれてるね。何が問題があるんですよ。ルルアヤと本望っていう名前が入ってないんですよ。だからどっちを取るかって。そういうことか。めっちゃむずい。確かに結構ルルはあの本望じゃなくてアヤカって言うんですよ。アヤカって呼んでくれてるんですよ。そう。アヤカはアヤカって呼ばれたいって言ってるから、私はずっと初対面からね。ね、アヤカだよね。アヤカって言っとうから普通なんですけど、確かに本望。本望で結構多分馴染んでって。確かに。え、どうする？本望呼び？変わるの？待って待って、やだー。でもこれを機にアヤカでもいいんじゃない？あ、確かに。いいですか？いいですよ。え、いいの？コンビ名が欲しいね。コンビ名欲しいね。ルル、アヤカ。ルル、アヤカ。ルル、アヤカ。なんかニュアンス生まれるかも。ルル、アヤカ。超重大？で？ポーズ。ルル、アヤカ。チュージュだい？どうする？あ、わかった。もうなんかさ、もう出てきたよ。ルル？あやか？トゥントゥントゥンは？あ、手巻き寿司そういう。あ、そう。単語で区切る。あ、確かに。ツッコミいないんですよ。ボケたんですけどね、今一応。本当にやばい。決まらない。なんか、はい、案があります。やばいよ。4人で決めるのどうですか？はい、はい、はい、4人で決めません？マジで組みましょう、これ。組みましょう、タッグを。あ、確かに。一回やってみて。よしよし。もう思いついたらもう、カウントするから。いくよ。5。ルル、あやか、幸せを届け。幸せを届け。おかしいよ。言ってみや、なんて言ってか言ってみや、ほら。イエーイ。2人がどんな2人組なのかっていうのを紹介して、あ、じゃあ出していこう。元気、笑顔。おお、さらにいけもう一つ。元気、笑顔。もう一つ、もう一つ。いけ元気、元気、笑顔、やる気、わーじゃあ、ルルアヤ抜きのバンっていうやつ作る。それを今考えたじゃないのだからですよね。合ってるはずだ、私が違う、もしかして。みくまです。本望です。わーお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 
です。おー、出た出た出ちゃった音がわーおでこが決まったよでいきます。うちらは元気を目標に、はい、これからやってきます。はい次回のオープニングに進めていきましょう。はい、はい、分かりました。はい、じゃあ僕ともお願いします。お願いします。バイバーイ。よろしくね。よろしくね、みんな。